はい、どうもブーチャンネルのブーちゃんです。よろしくお願いします。今回はですね、私がね、メインにしてる心霊スポット検証についての話をしていきたいと思います。これね、今回ちょっとね、裏話的なものも満載ですので、必見だと思います。まずですね、心霊スポットの検証に行くに至っては、どの場所に行くかっていうことが、そこがね、取っかかりになるわけですよ。で、大体はね、有名スポットとか、もちろん候補になるわけなんですけれども、これあんまりね、有名どころばかりは、あえて私的には続けていかないようにしてます。それはね、メジャーなところって、いろんな人が行ってるんで、まずね、どこかの映像でもうすでに見られてる。そういった面で、新鮮さに欠ける。こういう動画を見尽くしている人にとってはもう情報がある程度分かってしまってるんですよね。だからあえて、新たに知られていない場所とかも探すんですけれども、これが本当に大変本当に、ネット情報が主になるんですけど、それこそ2チャンネルとか5チャンネルの掲示板などで情報を拾ったり、あと個人でホラーブログとかを書いてる人のやつを片っ端から閲覧したりとか、あとインスタやツイッターなどで募集したりと、もうあらゆる手段を使います。それである程度候補が上がるんですけれども、そこからがまた大変で、現在もその場所が存在するのか、あとそれとも朽ちてなくなってるのか、これ分かんないわけじゃないですか。あくまでもネット情報だけでは。で、昔の話とかも情報として送られてきたりするんで、現在の様子が分からないのがほとんどなんですよ。同じ心霊スポットにそうそう頻繁に行くわけでもないので、当然といえば当然ですよね。そして私もナビとか Google マップを調べたりするんですが、山奥だとすでに道がなかったりしてるわけですよ。で、実際事前に リサーチをね、しに行ったりすることも多いです。それはね、山奥だと実際に入れるのか、車でどの辺まで行けるのかっていうのを最初に調べておかないと、ぶっつけ本番で行って空振りってこともあるわけなんですよ。そして実際に行ってみると、場所が特定できないところもたくさんありました。草木が生い茂りすぎて、すでに道がなくなっててどこかわかんないとか、あと廃墟なんかは雪の重みとかでもう潰れて形がなかったりとか、あと取り壊されてすでに別の建物になってたりとか、あと更地になってたりとかして、実際に使えない情報もたくさんあるんですよ。建物がね、完全に立ち入り禁止状態っていうのも多いです。その中でなんとか絞り込まれた場所に今度は検証に行くわけです。そこでもまた私自身のいろんな規制がありまして、まずは私はね、本業は別にありますので、普段はその仕事をしてます。残念ながら現段階では YouTube のみではとても生活していける状態ではないです、私。それとライブ配信アプリで毎日夜に配信もしてるわけですよ。で、それらの時間帯も決まってるんで、結局撮影できる日っていうのが週末で、しかも配信していない時間のみってことになります。なので必然的にね、他県に行ったりとか、県内でも遠すぎる場所とかは行けないわけですよ。それがね、逆にね、メリットになる時もあるんですよ。それはね、車で行き来できる範囲でっていう、その限定されたエリア設定になってくるんで、そのエリア内で怪しいところをね、もう片っ端からしらみつぶしにしていけるわけですよ。案外探すとね、有名になってないけど自殺のあった家とか、あと廃墟になってから心霊現象が起きてる場所とかってたくさんあるんですよ。それ地元の人しか知らない情報がある場所ね。で、神社や公園なんかもそうです。地元の人間がなるべく公にならないように隠している自殺のスポットとかもあったりするんですよ。で、公園なんかも案外ね、人が亡くなったりしてます。で、ダムなんかはまずね、
あの必ずと言っていいほど数人はそこで亡くなってますから、何もないわけがないんですよね。そういったあまりメジャーになってない場所こそが私が取り上げていく場所だと思ってます。で、青森でもね、心霊スポットで有名どころっていうのはたくさんあるんですよ。例えばね、恐れ山とか八甲田山、城ヶ倉大橋、スペース21、九度寺、くくり坂トンネル、鬼屋敷、カローラ山荘、野内病院とかね、確かにそういうところも行くんだけれども、ある程度他の YouTuber さんとかが探索した場所なので、私はあえてマイナーな場所とかを検証していて、でそれを皆さんにお届けしたいって思ってるんですよ。で、今は私にも夢があり、あるので、いつかは YouTuber を職業として、で全国の心霊スポットを回ってみたいっていう夢はあります。あります。ただ今はまだ自分がそこまで達していないので、地盤固めとして今できる範囲で頑張りたいと思ってますので、そこはね、何卒皆さんこれからも応援のほどよろしくお願いします。話はね、逸れてしまったんですが、心霊スポットを実際に検証するんですが、そこで大変なこともたくさんあります。まず私基本一人で行ってるわけですよ。なので一人で検索、一人で検索とか探索、あと撮影などしてるわけですね。だからいろんなアングルで捉えることができないし、あくまでも私の目線での撮影になってしまうわけです。これはね、動画でも前から言ってますけど、ほとんどは客観的に私が検証している様子とかも撮れたらほとんどつか本当はねいいんですけれども、そこはまあね、今の状態だと仕方がないかなって思ってます。そしてその場所によっては足場が悪いところってたくさんあります。床が抜けてたりとか、ぬかるんでたりとか、あと歩ける場所が狭かったりとかね、山奥だと、はい、熊とか、あと蛇とか遭遇する可能性もあるわけですよ。だいたいハイクに入るとコウモリとかゲジゲジとかゴキブリなんかはセットでいますね。そういったものが苦手な人だったらなかなか難しいと思います。でも一番怖いのはやっぱりね、生きてる人ですよね。建物に入った時に人の気配とか、やけにその場に誰かが住んでいた生活感とかあると、今でもここに誰かが住んでんじゃないかって思ってしまいます。で、私過去にね、ホームレスに遭遇して追いかけられたことがあるんですが、あいつらってね、見つかるとなぜかね、襲ってくる確率って高いんですよ。なぜなんでしょうかね。あいつらも、あとそれとね、神社とか行った時、稀にね、牛の国参りとかやってて、わら人形とか打ち付けてる人もいるらしいんで、それに遭遇すると間違いなくね、証拠隠滅のために襲われますから、そういった人に対する恐怖っていうのも常にあります、撮影していてね、残念なところもね、結構あります。それはね、まずは実際に聞いた場所に行ってみて何もなかったこと、これね、ほんとたくさんですよ。噂ほどじゃなかったっていうところがね、これってね、現象とかやっぱりね、私捉えたいじゃないですか。でもそれが何もなかったってなると、動画としてはほとんど成立しなくなって、お蔵入りになっちゃうことがたくさんあります。なので苦労した割には報われないことが多いジャンルではありますね。やはりね、見ている人が何かが起こるだろうっていうのは、どっかでやっぱりみんな期待するわけじゃないですか。それがないと次の動画になかなかつながっていかないわけですよね。でもね、だらしめんさんとか、あえてそういった普通だとボツになるようなところもまとめて動画として載せたりしてますよね。あれいいですよね、本当に。撮影者側もこんなに苦労してやってんだよって見せることができますからね。でもあれは人気 YouTuber だからこそできるんですよ。もうね、知名度が高いから、言い方悪いですけど、どんな動画を上げてもある程度再生数稼げるわけです。これ私なんかが没動画毎回上げてたら、それこそね、本当に誰も見なくなりますよ。次はね、空気感がなかなか伝わりにくい。
撮影してると明らかにここは空気が違うって場所が結構あったりします。大抵そういうところってなんかあるんですけど、でもそれってね、感覚的なものじゃないですか。だから出来上がった映像だけ見るとなかなか伝わらないんですよ。音とかもそうです。心霊スポットって結構金属音とか木が割れるような音とかも鳴ったりします。あと足音なんかもね。で、明らかに後ろからついてきてるでしょって感じることも多いです。で、廃墟とかって明らかにここにいる霊に歓迎されてないなっていう、なんだろうな、攻撃的だなって感じる時ってあるんですよ。で、そういう時ってやたらと物音が鳴ったり、それが天井だったり足音からだったり、まあ壁を叩くような音だったりとか、こういうのもね、音声として入るのって本当に少ないんで、それが毎回残念。心霊動画ってやらせだと思ってる人結構多いじゃないですか。だからオーブとか捉えてもすぐにゴミだとか虫だとかってコメントもあったりします。でもね、現場にいるとこれが虫なのかゴミなのかって大体わかるんですよ、映像に映るくらいの明るさまにね、大きさだったら大概は肉眼でもそれ見えてますよ、普通だったら。でも肉眼では全く見当たらないのに、明らかに映像だけには残っていることって本当にあるんですよ。で、私の動画を見ていただければわかるんですが、私ほとんどね、ノーカットで撮ってます。で、映像に無理やり加工とか施すことってまずないんですよ。字幕とか入れたりはしますけど、映ってるオーブとかあれね、見えるやつ本当ガチなんですよ。で、オーブだからこそ映り方って特殊なのがありまして、でね、なんつうのかな、実体があるゴミとか虫とかって表面はもやってぼやけたりするときあるかもしれないんですが、中心部分にはちゃんと芯みたいのがあって色が濃いんですよね。で、まあこれ同じオーブと同じ、基本白く映ってたりしても、でもオーブだと芯の部分も透けている感じなんですよ。やっぱりね、実体がこれないからでしょうかね。で、窓や壁などから透けて出てきたり、また入っていったりとかすると、これやっぱりね、ゴミや虫じゃないなと思いますね。で、同じ感じでスピリットボックスとかもそうです。これもよくね、ラジオや無線の音声っていう人がいます。で、誰かが盗んで傍受してるって答える。傍受して答えてるとかね。確かにそうした可能性はゼロとは言いませんよ。ラジオの音声もたまに入ります。ただラジオってすぐわかんですよ番組だから、ラジオ番組はね、バックミュージックの音が入ってたりとか、やたらと明るいトーンで話してるとか。でもね、スピリットボックスはね、常に周波数変動させてるんで、ラジオをその時傍受したとしても、それほんの一瞬でまたすぐにね、周波数変わるんで、言葉としてちゃんと聞こえてくるってことまず難しいですし、あとかいとかほんの一瞬程度なんですよ。で、それがきちんと言葉で返ってくる、しかもね、こちらの質問に対して明確な答えが返ってきたってなると、さすがにラジオだけでは片付けられない部分ってやっぱりありますよね。で、無線に関しても同じですよ。一瞬傍受できても常に周波数を変えてるわけで、言葉として返答できるわけってないんですよ。それでも人によっては絶対信じない人も中にはいるんで、これもね、議論しても平行線なので、まあ人それぞれって感じですよね。今までいろんな場所にね、足を運んでみましたが、で、その中でも系統でいくつか分けられます。まずは廃墟、あとはトンネル、次神社、次はね、自殺とか事故現場で、行ってみてこの中で一番ね、外れる率が高いのが、まずはトンネルですね。トンネルってそんなに長いものって少ないんで、だいたい一瞬で終わっちゃう。で、大概ね、霊の姿を見たっていう話聞きますが、まずそこに行ってみても姿見たことないです。で、あとね、古いトンネルだと閉鎖されてね、すでに入れないとか、あと声に関しても大概は反響して全く別な音に変わっていたりして、声のように聞こえるっていうことがほとんどですね。
だからトンネルはね雰囲気的に怖いっていうのが大概、で次は殺人や自殺が起こった場所で、こういうところってまあそういうことが起こったっていう事前情報をもう耳にしているんで、先入観で恐怖があるんですよ。で自分で怖さを作ってしまっていることが多い。だから行く前からもう怖いな、行きたくないなっていう気持ちになります。でハイクに関してはこれちょっとね様々ですね。で朽ちているところって見た目的に怖さ感じますが、むしろ物がきちんと残っていてそこに生活感があるところの方が怖い。これ誰かまだいるんじゃないかとか、その人の生活風景とかが浮かんでくるんですよ。そういうところが怖さを倍増させますね。で写真とか仏壇とか神棚とかそのまま残っていたりするところもあるんで、あれは怖いです。で私が一番怖いと思う場所としては神社が一番怖いですね。で夜の神社はもう別物です。で日中は参拝客が多いところでも夜になると雰囲気って一変するんですよ。で基本神社って神様が常にいるんじゃないんですよね。でこれ知らない人多いと思いますが、きちんとした大きな神社だと朝に神様を迎え入れる、夕方にはお帰りいただくっていう儀式を行います。なので夜は神様って基本いないんですよ。でそういった神聖な場所で神様がいない時間っていろんな霊が入ってくるって言われてます。で特に魔物とかって呼ばれるものは神様の残したその残り魔が欲しくて訪れるなんて言いますんで、で魔物と遭遇したら助からないっていう霊能者もいるほどです。そのくらい夜の神社って危険って言われてます。特に参拝客がいなくなって放置されたいわゆる廃神社って言われるところはもうあからさまにやばい空気が出てるんで、近づかないことをおすすめしますね。今回ねこんな感じでだらだらとね心霊スポットに関する裏話的なものをやってきましたが、いかがでしたでしょうか。もし今回の動画が面白かったって思った方はね、チャンネル登録、あといいねボタン押してくれたら嬉しいです。でね、コメントもお待ちしておりますので、皆さんよろしくお願いします。